ツェッペリンの鳥越康平です。ツェッペリンのビジョンは美しい世界を創造するということを言っています。美しい世界とは何かというと、今特に東京は環境だったりっていうのがあんまり美しくない。看板が多くあったり電柱がたくさん立って、それを美しくしたい、または人はずっとこうスマートフォンに向かって縮まってますが、それをもっとこう上を向かせたい、そういうことを美しいと言っています。で、私たちは日本に、NTT ドコモやソニー、東芝といった大きなクライアントとともに UX、UI のデザイン開発を行っています。で、これからはツェッペリンは日本とアメリカどちらにも会社を持って、日本ではクライアントワークを、アメリカでは、自社事業をやっていこうと考えています。そのうちの一つがビデオシェーダー、 iPhone のアプリです。で、もう一つがジャービス、これは音声で対話できるインターフェースを生み出そうとしています。これからツェッペリンは、より大きな事業ができるように、みんなで一丸となってやっていくつもりです。